王モリは、コウモリの一グループである。大翼種類。王孔森上コ王モリ科の一上か一下を構成する。さらに伝統分類ではこの上かのみで、王リアモクを構成してきたが、系統分類では、アンプターフラプターアモクの一部となる。指の間に張った膜の翼で空を飛ぶ、いわゆるコウモリであるが、大型のものが多く、翼を広げると2メートルに達するものすらある。 コウモリといえば、ココウモリ類が頭に浮かぶが、翼以外の特徴はかなり異なる。特に、小型コウモリが、反響転移によって飛行し、そのために目は小さく、耳がよく発達するのに対して、オオコウモリ類は視覚に頼って飛行し、そのため目が大きく、耳は小さく、一般的な哺乳類の顔に近い。英名で、プテロプス属を、フライングフォックス。 空飛ぶ狐というのが頷ける顔立ちをしている。多くが熱帯に分布する。小型コウモリは昆虫など動物質の餌を主食とするものが大半だが、オオコウモリ類は果実や花蜜など植物質を主食としている。日本では琉球列島と小笠原諸島に分布する。伝統分類ではコウモリはオオコウモリア目とコウモリア目の2ア目に分けられた。 カールフォンリンネの時代以来、特に、オオコウモリが霊長類に近いという意見があり、ココウモリとオオコウモリでは脳と視神経の接続の仕方が全く異なり、オオコウモリのそれは霊長目及びカワツバサ目と同一で、他の哺乳類には見られない、独特のものであることを根拠に、ココウモリはトガリネズミ目から進化し、オオコウモリはそれより後に霊長目から進化したという。 コウモリ類に系統説が1986年に提唱された。しかし2000年、分子系統により、コウモリはやはり単系統で、なおかつコウモリア木は側系統だと分かった。またその系統に基づき、オコウモリア木はコウモリア木の一部とともに新説ア木、アンプターフラプターアに分類し直すことが提案された。 メガネオコウモリプテロプスカンスピスレイトスハットペタグルー JD フライングプライメーツメガバッツハブザードバンスドパスウェイフロムアイツミドブレインスケイアンス231ピアニッシモ千1304から1306 MS スプリンガーエートール2001インテグレーテッドホッシルモレキュラーデータリーカンストラクトバットエコーロケーションプロシーディングスオブザ ナショナルアカデミー・オブ・サイエンシズ、USA98、6241から6246、オグナーソン・アイ、サンブラナ・トレリオ・ CM、フロレス・サルドアナ・ NP、メイ・コリアド・ LJ、A タイム、カラブレイテッド・スピーシーズ、レベル・ファイロジニー・オブ・バッツ、プローズ・カー、プミド21327164。ありがとうございます。